NSU のエンブレム NSU バンケルスパイダー NSU レンフォックス R11SDKFZ に NSU はドイツのオートバイ及び自動車メーカーである。1873年にニット編み機製造企業として設立1884年にネッカー川とズルム川の合流する町ネッカーズルムに移る。NSU のブランド名はネッカーズルムに由来する。 すぐに、オートバイの製造を開始し、1892年には、完全に、オートバイ製造企業になった。1905年には、自動車製造にも進出するが、1932年に、自動車部門はフィアットに買収された。第二次世界大戦中に開発製造したものに、無限軌道オートバイとも言える欠点クラートがある。二輪車生産台数はホンダに抜かれるまで世界一で、 あった。1957年、小型車のプリンツを発表して自動車製造を再開。社名も NSU ウトモビール AG になった。1964年に世界初のロータリーエンジン搭載車であるバンケルスパイダーを発売。1967年世ン初のロータリー車ロー80を世に送り出した。 ロータリーエンジンの技術は後日本の松田に供与された。しかしバンケルスパイダーやロー80はチャターマークをはじめとするエンジンの問題を克服できず、特にロー80では多くのクレームが NSU に寄せられた。これが経営に影響し、ロー80のレシプロエンジン版である K70 発表直前の1969年に NSU はフォルクスワーゲン参加に入り、 ほぼ同時期に VW 系列に入ったアウトウニオンに吸収合併され、アウジ NSU アウトウニオン AG となった。K70 はビートルのイメージからの脱却を図る VW の経営判断から VW ブランドで発売され、ロー80は1977年に製造を中止し、NSU ブランドの自動車は消滅した。なおこれに先んじて、 オートバイ製造は1964年の4、サイクル車、マキシトニサイクル車、プリマの製造中止をもって撤退している。なお、1985年に、アウディの子会社として NSU GMBH が設立されている。ありがとうございます。